石野陽と雑談。最近円安とか海外の原材料の輸入の高騰とかいろいろあって国内では値上がりが続いている。この間10月1日、いろんなもんが値上がりした。今後も電力量その他の値上がりが続く。そういうことで、我々日本国民は今後の値上がりを覚悟しなければならない。ところがもう20年以上所得が増えていない。今後もはっきりと増える見込みはない。人々はだから今節約に走っている。それといつでは言うたように意外と貯蓄を持っていない。ゼロの人もあるいは100万円以下の人も非常に多い。そういう人は月々の収入で月々食うている。だからこれからは一層苦しくなって貯金も引き下ろさなくてはならない。母子家庭とかそういうふうなものも苦しんでいる。無職の人も苦しんでいる。今はまだホームレスも増えている。生活保護を受ける人も増えている。年末にかけてそういう人たちはどんどん良くない状態に向かっている。政府ももう既に気づいていろいろ手を打つようなことを言っているが、一般庶民はとにかく生活が苦しくなり、年末にかけて苦しくなる。これが年明けても続く。政府は所得を上げようとして掛け声をかけているが、なかなか掛け声だけでは企業は動かない。これからのその各家庭の経済問題を政府は解決できなければ、ますます与党の支持率は落ちてくる。これ統一問題どころの話じゃない。統一問題は、統一教会問題は一部が煽り立てて国民が騒いでいるだけで、それ以上にやはり生活の問題が比重が大きい。頑張って多くの国民が年末笑って過ごせるように、送れるように政府は頑張ってほしい。